お送りするわけですけど、そうなんですよ、ね、今日も、1時間、はい、お付き合いいただきたいなと、思っておりますけども、やりましょう。もう暑くなっておりますね。暑くなりましたね、本当に暑いですね。しかし、まあ、ハーリーなんかもやっておりますけれども、もう非常にね、熱気ムンムンで、そう、単純に太陽の方も暑くなってまいりまして、だんだん、大変ですね、過ごしていくのも。いや、本当そうですよ。おととなんか急に土砂降り降りましたね。なぜかって、おととそうでしたっけ。降って風もなんかすごい強くなって、ちょっとハーリー中止みたいな。ああ、ナイス。ねえ、ナイス、ナイス。まあ、ごやりたい人いっぱいいたと思うんですけどね。やっぱ公平。そう、これいろいろ話しちゃうと、公平生まれでしょ、それ。祭り的にもう、あ、もう、あ、そうです。ストレートに行ったら、そうです。そうそうそう。ああ、そうです。なるほど。もう、まあまあまあ、まあ、いろいろね、ハーリーに向けて準備してた人からしたらね、残念なことですし、まあなかなかスコールはねどうにもならないですからね。天気は仕方ないですよ。あ、仕方ない部分もありますけれども、まあ、はい、このまあ暑くなってもおりますし、スーツなんかでね外の方に出たら、もう暑苦しくてしょうがないということで、なんか舞台衣装なんかも変えましょうかっていう動きもね、ありますけども、はいはい、ね、まあね、いろいろこう試行錯誤して、あの手この手でね変えたいんですけども、まあいかんせん、ハンディ抱えてるから、そうですね、大変な部分もあるんですけど、なんでしょう、なんでしょう、いや、なんとかね、ハンディを乗り切っていきたいなと、まあね、思ってますけどね、どうですか、ハンディからしたらどうですか。誰がハンディよ、お前。誰がハンディよ、お前。もうハンディやさ。もう今ハンディ。ハンディからしたらどうでしょうか。いやいや、そうですね、まあ、暑くなってきてるから。俺ともう、どうでもいいんだけど、本当に俺、が気にしすぎとか、で言ってもらって構わないんだけど、なんか、ちょうど今日営業みたいなのがあって、はい、暑い中スーツ着て、僕ら出番待ってたら、なんかある人が、もう、うわ、暑くないの、スーツでみたいなことを言ってきたから、お前がこう、いや、だから夏物買おうと思ってるんですよって言ったんですよ。もう本当にごめん、もう、夏物のつもりで俺別に提案してないから。いや、だけど、でも、ごめん、細かい、もうどうでもいい、ごめん。薄いだろ、でも、今の記事より薄い。まあ、薄いけど、何にそうって別につもりではないから、夏にちょっと引っかかっただけ、ごめん。ごめん、細かい。ごめんごめん、揚げ足取りって言われたらもうそれまで。いや、揚げ足取りだ、ほんとに。ごめん、それまでじゃない、揚げ足取り。ただ俺だったら言わないなっていう。あ、もう帰るんですよって言ってたなと思って、ただ、いやでも、あのスーツ自体はでも、まだ捨てたくないじゃないですか。まあまあ、どうかわからんけど、まあ、ずっと来てたわけですからね、ずっと来てたわけだし、いろんなね、思い出もあるわけですから、大した思い出ないですけど、大した思い出ない、一応、あれで、大した思い出ないっすね、僕、7年ぐらいは一応やってたでしょ、まあ、わからんけど、6、7年、買って6、7年ですよ、ずっと来てて、まあ、買い替えるって言っても、同じの買いかけても確かにダメですけど、まあ、あのスーツ自体は別にいいものですから、まあまあまあ、そんな、ねえ、ちょっと服変えるから、まあ、夏服なんですって言っただけ、それ引っかかったらもう大変よ、お前。いや、だからごめんって言ってるさ、俺はただ引っかかっただけで、ごめんじゃ許されない、お前の言ってるから。じゃあいいさ、前もってごめんねって言ってこう言うのはいいさ、別に。まあまあまあ、そうだ、まあ、前もってごめん、まあ、そうだな。あ、言ったらごめん、前もってごめんって言ったら何言ってもいい。一応一旦ちょっと俺もすぐ言われたら急に俺もムってなるから、やっぱり。ああ、そうだな、ってなるから。ああ、なるほどなるほど。いや、どうかな、それ。一応いい作戦じゃいい作戦だけど、構え切れるもんな。そう、一回ちょっと今日も、あ、ごめんね、ちょっと言っとくけど、今日も何、鼻毛が出てた。知らんけど。違う、全然知らんけど。知らんけど、別に違うって。何、まずお前から話してよ。鼻毛と鼻くそのあのタックですわ、タック。だな、気持ち悪い。最強タック。違うわけよ。皮が剥げてて、確かにちょっと横から見たら鼻くそに見えることもないけど、皮だから。じゃなかったさ。だったって。俺一応その後鏡で見たけど、だったんだ。なんかみかんの繊維みたいなのが、あの繊維ってあれだよ。中のつぶつぶ。ああ、つぶつぶの方か。つぶつぶの方の繊維。切ったな。繊維。もう嫌だ。ちっちゃい卵みたいなの。やだな。卵みたいな。うん、白い卵。鼻の卵。鼻がカエルに。鼻が生まれてくるに。いやもう気持ち悪い。なんかしないけどキモい。じゃあ。
じゃなかったって言ってるしね。見たんだの俺その後。本当に歯の皮が剥げてちょっと鼻くそに見えたかな。だけどこれもごめんね、あ、ごめんね、強烈なのクリアに。いや強烈なのじゃない、ごめんね。何、日焼けで皮がむけてた。ああそうそう、俺あのお前が日焼けしてるの見たらムカつくんだけどっていうのは言わして、もう5、6、3、4年ぐらい前か、はいはい、3、4年ぐらい前に、うん、日焼けがひどい時期があって、俺たち3人で、はいはいはい、もう真っ黒、まあまあ、真っ赤っかの時期があって、うん、これもう嫌ですねってなって、もう俺が言ったのかな、うん、もうちょっと嫌ですね、もう真っ黒で、うん、なんかねみたいなこと言ってて、もうなんか日焼け止めでも塗ろうかなみたいなこと言ったんですよ、うん、その日から僕は太陽の前に出るとき日焼け止めを塗ってるんですよ、僕は言ったから、有言実行、ほら、はいはいはい、どうたらこうたら関係ない、ただただ有言実行してるだけ、うん、で、お前も、うん、がっつり乗っかって言ったまで、うん、マジでよな、絶対塗らんといけん塗っとかんといけん、これはって言ってこんな日焼けしてんのクソやし、マジでクソじゃないだろ、別に何も考えてない。なんで塗ろうが塗らんが自分のね、勝手で、そんなもんは。いや、その時はそれ言ったけど、いや、その時はまあ、あれでしょ、っていうのは、あの、大体がそうだよ、違う違う、大体が、だって、思ってない、ただ日焼け止めにスポットが当たってるだけ、聞け聞け、俺の話、お前の話、もうまず、お前は終わった、言った、お前の取り巻くこと、言った終わって、お前の話は、一旦終わる、もういいさ、突っ込めば俺を、はっしゃ、頭叩かれる自分、出してたって言いたい、ちょっと中身に行ってんのに。俺の頭叩くもよかったさ、今出してたって言った俺、分かった、うるさいばよって、分かった分かった、あーもう難儀出してた俺頭、分かった、行こうか迷ったけど、できることからやっていこうか、そうだね、できることからやっていこう、違う違う違う、今のは違う一応今デージ出してたら、今なデージ出してたやつだ今、あーまあ、うん、まあね、うん、確かに、まあ結局このところだから何もまあ言ったことに対してやるような男ではないから、まあ、ケアとかはそんなのなんかもう、いやいいばよ、日焼け止めがどうこうじゃないばよ、うん、やるって言ったことをやらないのが俺嫌だっつって、違う、それでもうなんかあれでしょ、ラジオかなんかで言ったわけでしょ、まあラジオ的なことかな、ああそれはもう俺完全に思ってないやつ、俺正直ごめん、あーなるほど、それはじゃあ鵜呑みにした俺がダメだったんだ、そう、そこ乗っかった方がいいのかなと思って多分言った、なるほどね、それはごめん、うん、場を盛り上げようとしたわけだ、そう、それは申し訳ない、なるほどね、一応本当に思ったらちょっと多少もっと俺もなんかテンション上がってるんですよ、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、そっか、それじゃあずっとこう3年も4年もムカついてた、うん、言わないけどムカついてた、いてたお前の俺がダメなんだ、ミスミスだ、ミス間違いない、そうだそうだ、ずっと俺は3年間ずっと俺イライラ してたから、3年か4年くらい、なんでこれ夏になったらなんでこれ日焼けし黒くなってるし、デイジイライラするやつだってずっと心の中で思った、ごめんな、わすまん、やっぱりお前頭おかしいと思いますよ、やっぱり日焼けしてこいつ腹立つやつ、クソやつだって、わ頭おかしいと思う、言ってなかったらなんでもないから乗っかってなかったら全然なったもん、あの時乗っかってなかったら乗っかってたくせにこの真っ黒になって、うん、あーなるほど、ね、意識低い系ねって思ったら、うん、こうやっぱイラッと してしまったっていう、うん、怖いですね口は災いのもとだな、本当にそうだな、うん、本当に口は災いの喋らない方がいいよ、本当に、うん、喋らない方があんまり、あーそうね、おう結構やっぱ覚えてますもんね、人言った、うん、言われた方は覚えてますもんね、言った方は覚えてない、覚えてなくても、うん、よくあるな、それはもうよくありますから、うん、なんかありますこの、うん、まあ、人に言われてというか、うん、あの言った方は覚えてないけどっていうのはあるじゃないですか、はいはいはい、僕はもう本当に何回も言ってるけど、うん、お前がネタ合わせしてる時に漫画読んで、もう何年前の話よ、うん、漫画読んでこう眠って、はい、でそのままこう眠って、うん、バッて起きて、うわうわ仕込んだ、うん、手なくなってると思ったって言ったのもうずっと覚えてる、言ったお前覚えてないかもしれない、いや覚えてる、しびれてしびれて手がしびれてめっちゃ覚えてる、うわ手なくなってと思って、いやお前イライラしてたマジで、死なそうかあの時は、お前デージ笑ってた、お前お前デージ笑ってた、お前覚えてる、お前死に爆笑してたのお前かな、うん、デージ笑ってたお前、ちょっと気持ちよかったぐらいだったの、死に受けてるしこいつって、いやあの時はさすがにムカついた、実はいやいや実際ないし、めっちゃ受けてたけどな、うん、そっか、なんか覚えてないですか、言われてあったかな、言われて覚えてること、なんか、はい、最近よくなんか脳裏にあるのが、はいはいはい、なんか言語とはなんかお家別です、なんか親に言うん、あ
なるほどね。うん、お前がそれ言ってるのなんかちょくちょく思い出すやつだ。お家が別です、いや、なんかまあ僕の家がそんなにお金がないと、あの特に、特に小学校の時から本当、僕がね小学校の時今もないだろ。今は今もないけど今も月10万で生活してんだろ家族が。家族そうだよ、だからいいやし別に別にいいやし何が悪いわ。いや悪いったら一言も言ってないでしょ。もういいやし別に知ったことも言ってない。お前の言い方悪いって言ってるよこれは。何かに触れてるぞ。触れてるぞ。怒ってるわ。いや当たり前でしょ。9万はやばい。9万だったっけ。9万で家族 4人ぐらいが生活してる。9万ぐらいかな。マジな、明治時代だな。まあでも、ネーネーも働いてるから、一応ネーネーもまあ1、2万ぐらい入れてると思うから、だから10、11万ぐらいかな。あ、全部ね、家族で、ね。弟は代行の運転手して。代行の運転手。いい仕事やし。もう家賃はないのか。家賃とかはないから。もうそう、もう何払ってるばじゃん。何払ってるば。いやもう借金もとりあえずもう全部長いと思うから、もう結構前、10年以上前から。から今とか光熱費。なるほど。光熱費くらいじゃないですか。光熱費、携帯代、携帯代だから本当の、まあ、ガソリン代とかそういう支払いだけで、ほうほう、でもそれ差し引いたらでも結構なくなるけど、うん、家族4人ですから。なるほどね。で、まあそれで、うん、まあ健吾のお家はもうすごいでかいのは分かるわけよ、うん、俺のお母さんも行ったことあるんだと思うけど、どでかいわけ、うん、本当にもう天井吹き抜けで、うん、庭ももううさぎ小屋もあってブワーって広がってゴルフもうさぎ小屋別にそんなそんな金持ちの象徴じゃないし。鶏うさぎ小屋は。いや俺田内よ田内。いや庭にうさぎ小屋がねあるのは金持ちの象徴。いやうさぎ小屋別に金持ちの象徴じゃない。いやもあるやしうさぎ小屋。俺のうさぎ小屋は本当に狭いよマジで。うさぎ3匹いるのに死に狭いよ。何 LDK のは。いや何 LDK の。間取り用紙で。畳半。間取り用紙で。うさぎ小屋うさぎ小屋の。間取り、いや畳半畳分で。うん、玄関ってもう今よ、今だけだから今だ、なんだろうそれ L は L だけですよ、だからはリビング 1K じゃないか。いや、1K? 1LDK? キッチンとないよ。ああ、そっか。L よ、リビングだけだから L 玄関と L それだけ 1LDK とかあるわけないし。何して生活してるわ、普段だ。あいつら、あいつら一匹はリビングでだよ。リビングでリビングで何してれば普段。普段一応あのお腹空かないようにじーっとしてるわけね。もう少しでも動いたらやっぱり体力消耗になる。やったうさぎーってして。マジな。マジで。リビングでじーっとしてるだけ。うさぎって一応じっとしてるけど、それにしてもじーっとしてるから。うん、じっとしてる。お腹減らないように。で、だいたい夕方ぐらいにご飯の時間があるけど、うんうん、そのなんか近くっていうか。結構読谷村歩き回って、うん、なんとかウサギが食べれるようなこの野草っていうかを探し回って、あの弟がおかかっていいわこれ勝手に。いや当たり前じゃない。泥棒じゃないか。泥棒やってるな。野草野草。お前の弟は隣の家の木切ってるの見たから。盗んでるの。それはまあ泥棒植木だから。それはそれは別に。いや植木だから大丈夫だよ。ってから刺して泥棒だよ。人隣の家の木切ったらダメだよ。増やしてる増やしてるわけだから別に大丈夫よ。あいやそれはそれは話が通らない。どういうこと。話が通りません。それは増やして、あの刺して、あの育てたら増えていくので、返せるの、まあ、増えた分は還元する分はどうするの。いやいや、それはまた生えてくるから、切ったところからダメやし、ね、もっともっと取ったら。だからお前が言ってんのは、うん、コンビニ強盗はって入って、うん、でパチンコで増やすから、うん、とりあえずカバンに詰めれって言ってんのと一緒だよ。で結果増えたから、うん、あ増えたからいいでしょって言ってたけど、まあ、そうだ経営者的には増えない場合もあるし、経営者的にはまあ OK じゃない。でもまあ俺が経営者って何。俺があのコンビニの経営者だったら増やすんだったら OK かな。パチンコやってきて強盗あり強盗あり増やすんだったら絶対でも。やばいな。看板に書いとけじゃん。強盗ありって増やす。パーキングあり強盗ありって書いとけ。増やすんだったらね。これが減ったらもう強盗成立よこれ。もう書いたら来ないはずな強盗な。逆に強盗歓迎ですみたいな。ああ抑止力な。ああそれはまたそれで。そうだな。厄介だな。厄介だな。いやダメだよそれは。まあ、それで人の家の枝取るのはダメだよ。それでまあ健吾の家とはあの勝手とは違うよっていうのを何回か言われたこと。うん、なんかちょくちょく思い出すやつ、矢が言ってるのっていうのを覚え、もうずっとじゃあ覚えてって。もう俺も3回くらい言われて、うん、じゃあ三階さんと大人になった今の何を。いやそういうもんやし、なんかこう、うん、こうなんていうの、ちっちゃい頃は、うん、ね家柄も貧乏で、はいはいはい、なかなかこうあいつには、うん
ね、引け目あったけど大人になったらこう追い越すぞっていうやつを、うん、もうちょい時間かかるから正直何でこうやる場面経済的な面かいやそれはそうでしょ金でパーンって俺にお前にっていうかもうお前の親にもいやお前のおじいとおばにやるお前のおじいとおばが何もしてないから おじいとおばが金持ちだから何もしてないからいや金持ちにでも金投げてどうするこれでなんか食え美味しいもんつってやったおじいといやありがとうってなるよ普通おじいとおばの土地でしょだから要はおじいとおばっていうのはおじいの今住んでるところ、うん、おじいの土地だなおじいの土地だろおじいが亡くなりました、うん、弟に、まあ、弟の兄弟行きます、うん、いいぜ別にあの言葉柔らかくしないで死んだとかでいいぜいやそこどうせ荷物だなのどうせ荷物だいや別に言わんよ、うん、俺そんなことお前の言葉には何の影響力もないから、うん、あいいばじゃいいって言って、うん死因とかでもいい、全然お前の言葉マジで何の影響力もないから大丈夫よ、うん、何だろそれ何が言いたいのそれ一応腹立たんけど何だろ何か知らんけど一応なんか遠回し何か何か分からんけど何か分からんけど何か分からんけど腹いや別にいいけどそんなの影響力あるとかないとか何か知らんけど何か遠回しだな、うん、一応まあお前のおじいがとりあえずまあ歴史かななんかするわけよいやいやおじいなんて歴史おじいが歴史多分風呂場で間違ってからあーちょっと温まってってかそのここは別に直接的なシーンじゃないけどそうそうそれで気絶して溺れるそうまあ家シャワーだけどうんちょっとシャワーだけど、うん、バーンって打って、うん、で石鹸がガランガランって溝のところにはまってからでシャワーがずっと出てる状態だから、うん、もう水がどんどん溜まってってから、うん、でどんどん死んでいくわけでこれちょっとお前今こいつのおじいの話してるのおじいの死因の話どうやって死ぬかでそれで亡くなって、うんで、お父に行くひどい、まあ、財産かひどい話だよ、これは、うん、ひどい話、まあ、土地、お父のもん、はいお父のもんで、お長男やさ、割った弟お父、長男、あ、じゃあもう、お前家庭に入るわけだろあそれが割合は分からんけど、うん、まあ一応入るわけさ、うん、で、お父が、まあ酒飲みすぎて死んで、うん、で、やの長男謙信謙信、うん、まあ長男だから、お前より早く死ぬだろ、一応うんまあ、予定はな予定でその次もまあお前より生物学に行ったらよ死ぬだろ、うん、どんな死に方か分からんけど検索しな、うん、もうとりあえずのたれ死んでるわけで検索してるから検索すればなんか知らんけどちょっとその辺でのたれ死ぬと思うんだけど絶対いい死に方しないと思うけどのたれ死ぬはい検索のたれ死ぬでそしたらヤーに来るわけこの財産が、うん、でもその頃は俺おじいだろもうよぼよぼだろいいやし、おじいで俺がおじいの時に財産が来るとお前もおじい、うん、ここでこいつがおじいなのにお前もおじいになっているなってるよ、俺もね行くなってる行くなんか行くってなんか行くっていや、復讐のチャンスやしいや、違う違うお互いおじいになってるけどいや、死に鍛えてたねおじいにしては復讐のチャンスやしあそしたら行くよ、とりあえずなるほどな、財産はいじゃあ鍛えおじになるまで鍛えてそうね、うん、30年後かな30年後に復讐復讐劇お前の、うん、誰誰ちょっと3人ぐらい挙げて復讐する人お前が復讐する人、うん、いやお前だろ松田翔だろ松田翔はもうあでも死んでるかもしれんなもう60ぐらいにはもう死んでるやつお前すでにで560ぐらいで死ぬもう死んでるもんダメ復讐する前に、うん、もうあいつ死んだからとそれはしょうがない寂しいなーっつって殺しに行かない殺しに行けないもう行けないマジででその後にお前は殺しに行くわけ俺は松田の死を確認して確認お前も死んでるお前はしあの死なしに行くわ死なしに行くお前もおじいだろおじいこっちこっちもおじいだろおじいどうやって殺すば呼びつければ俺まあ、呼ぶいや違うおじいやし、うん、一応お互いおじい同士っていうのはちょっと頭に入れてちゃんと携帯持ってますなもう今の時代あと30年後といえど持ってる持ってるでも呼び出しとかそんなんじゃないやつさ、うん、不意打ちでもないな不意打ちでもないあゆっくりだからどんなかな、うん、あ俺おうち行っとけばいいか、ちょっとまあ監禁はするよな一回マジでおじいがおじい殺してくれマジで殺してくれちょっと俺と生活させてからうわじゃあ一旦コマーシャルいきましょうか、はい、いきますお願いしまーす、
何ですか。なるほど、ちょっと意味わかります、保存を、はい。あ、ここにね、セミヤムギロ、はい、ということで、今日も、旧三越からですね、はい、黄色いラジオをお届けしておりますけれども、よろしくお願いします、ね、今日じゃあリップサービスのお二人も、おい、こんにちは、来た、こんにちは、お願いします。いや、黄色いラジオいきなりいじってくるじゃないですか呼び込む前にいじられて聞きましたよ、聞きました、そのパターンでありがとうございます、お願いします。今日こっちでやってるんですね、うん、そうですよ、今日もう、だら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 もうずっと喋ってるだけなんですけど、うん、このフロアで、うん、まあ、1時間喋るっていう、なるほど、うん、そうなんですよ、ラジオやってて初めてなんですけど、はいはい、2人で僕ら1本のマイクを使うという、いや、そうなんですよね、あ、これかなり技術的に難しいですいや、まあまあ、なんかこう、集、うん、音マイクみたいな感じでこう、ね、2人で使って、あ、これでいけます、そうですね、いけますよね、ラルクのバックのコーラスみたいな感じの、ラルクはあんま分かんない感じで、これが映ってるんですよね、じゃあ、はい、今じゃあ、はい、あの、あ、そうそう、今、今、スマホには配信されてます、俺たちすごい仲いい絵になってますね、そうですね、はい、いいね、ちょっと今日お願いしたいんですけども、お願いします、ありがたいね、今日はネタのネタで指定させてもらいまして3公演終わりで3公演もやってきた、いや、ありがとうございます、そうなんですよね、お客さん入ってた、いや、もう大盛況、めっちゃいっぱい入ってましたね、まあ、祝日ですからね、あ、本当ですか、特に多かったかなと、ね、いいっすね、吉本さんのケータリングには、うん、アールグレーの紅茶、アールグレーなんて飲まないですよ、普通、いや、普通飲まないよね、いいの置いてますね、やっぱりこのいじり俺苦手なんだよ吉本さん、エール置いてまんなーなんかこいつオリジンなんて水道水ですよねえ、あるな、いや、僕はもう吉本さん行ったら、はいはい、いっぱい水もらうごとに1個コップ使ってるんですよ、もう、ええ、というと、あ、名前も名前なしの紙コップをガンガン紙コップを使い放題のどんな贅沢か、ちょっとずつでもダメージ与えていかそうですね、小さなことか、小さなことか与えていかんと、あ、ハーリーのもう出番とかも終わりですか、ハーリーは初日に終わりました、あ、一瞬のか、あの、大腕のあれだけがなんだ、あれ出ましたけど、ネタで、あ、そっか、そうで、今年はもうなんか寂しいですね、ハーリーも去年までいろいろあったんですけど、なかなかね、コントとかね、うん、でも終わってからだから言えますけど、うん、まあ、某番組の、はいはいはい、コント番組に出させてもらったんですよね、はいはいはい、あれのなんか、うん、いろんな CD とか T シャツとかの物販をするという仕事がありましたね、終わってから、終わってからだから言えますけど、あれちょっと嫌だったんじゃないですか、いや、ちょっとどころじゃないですよなんで俺たちがつぶやき汁のグッズを売らんといけないのかね、うん、ありましたね、あ、思ってた、やっぱり、はい、思ってた、イサをつぶやき汁とか、うん、はい、やっぱりあそこらへん人気あるんですけど、はい、僕らもうないですから、ないないない、正直言うと、あの中で言うとキャラクター立ってる人に比べたら、うん、そうなんですよ、人も群がってこないし、はい、人気者だからやっぱ売れてるんでしょうね、うん、この物販にはいないんですよね、本人はいない、そうなんです、そう、はい、ああ、ああ、ああ、その現象、たまに来たら、はいはい、写真撮って写真撮ってが来るじゃないですか、ええええ、で僕らがシャッター切るみたいな、あります、ありますよね、一番文句言ってるからな、沖縄の芸能界で一番ああ言ってそう、一番言ってそうだな、これは言うから相違です、相違、俺の意見みたいな感じになってますけど、そう、うん、いやいや、それ含まれたらっていうほどそんなに俺深く思ってるわけじゃない、ショーさんも本当にずっとこればっかり言ってますから、いやいや言うかハーリー5月やのに9月ぐらいでも言ってますね、ハーリーゴンゴン行ったことない俺一回もいや、もう本当に一回もない、これの文句ばかりそんなものは確かにね、こうみんなでこう集まって CD 売ったり DVD 売ったり してる中、こうもうシベリアンスカンクがここで大きな歓声を受けて、はいはいはい、そのぐらい見
見て横で物販して、いいな羨ましいなみたいなことをね毎年やってきましたけども、確かに言ってますよね。今年も大鳥ですから、スカンクさんは。そうですか、今日の最終日、今日の最終日、そうです、スカンクさんはすごいよ本当。スカンクさんって呼んでるんですね、スカンクさんは。多分まあまあそうですね、スカさんとか言いますけど、いやいやもうスカンクさんで統一部分だけ取るんだ、統一しましょう、もうスカンクさんで。スカンクさんって聞いたことないな、スカンクさんって。皆さんも終わったんですか、ハーリーのお仕事。ハーリーは終わりです。もう僕らはもう、そうだな、僕ら昨日大ワンとなんかちょっとネタのちょっとしたのがあって、それで終わりですね、僕らも。もう出番自体は。なるほど。そうなんですよ。昨日、あ、一昨日かな、見て思ったんですけど、はいはい、無料で、野外で見に来てるお客さんに、トリオの漫才で情報量多いなと思って、なんかみんな、なるほどね、はいはいはい、いろいろポン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 行くし、座ってるだけだけど、やばい、普通できないみたいな。なるほどね。そう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 、そうなんですよ、これなかなか、そう、めっちゃ大変なんですよ、やっぱり営業とかが、なんか苦手で、はっきり言うと、なかなかネタってね、本当にね、漫才とかな、もう、まあ、受ける時も、まあ、たまにはありますけど、大体こう受けないこと多いですね、僕たち、まあ、屋根ないとね、屋根ないところで、それもあるね、え、屋根と壁欲しいっすよね、壁な、壁欲しいっすね、本当に。そうです、野外でやったらなんかこう、例えばハーリー会場だったら、はい、俺たちの今回の漫才の一番ここ、うんうんうん、面白いところっていう時に、ハーリーが間もなく始まりますみたいな流れじゃないですか。 あります。いや、今始めんでーと思いますよね。ヘリコプターが飛んできたりとか、ねえ、沖縄芸能界で一番行ってるからな。いやー、ほんと相違です、これは。そんなに強く言ってないか、ちょっと待って。俺たち別に今ぐらいやったらいいんじゃない。ハーリーのアナウンスが流れて困るぐらいだった。ハーリー批判してる。なハーリー批判。ハーリー批判は相手がでかすぎる。伝統に噛みついたのかな。ねえ、聞こえる、いろいろあります。ちょっとでも太ったんじゃないですか。でも少し、そう、俺も言ったんですよ。太ったでしょ。俺痩せてるっちゅうに、俺ダイエットしてるんだから今。いや、炭水、いや、そんな人類います？いや、炭水化物2ヶ月経って太る人類います？いや、でもやっぱ見た目のこうイメージというか印象がでかくなったかなっていう感じ。いや、それはもうマジで、もういじりとかじゃなくて、マジで顔マジでどんどんでかくなってる。もういじりじゃないわけ。年にちょっとずつ本当気になってる。いや、どうなの、腫瘍、俺の何年後かの首の方でどうなってるのか。もう大きい腫瘍が、誰の顔が腫瘍なんですか。目と鼻と口ついてる腫瘍、まあまあええやん。画面で見たらだって後ろにいる感じしないもん。いや、それは本当だ、本当だ。もそれはもう横並びだ、本当だ。じゃあ骨の問題やから。実際何センチで測ったことあるの、ね、そんな人いる。いやいやいや、自分の顔の中で測る人いる。いや、エモリだったらあります。じゃあ逆に。いや、ないけど。じゃあないさ、俺も顔でかいっていうあれがあるから、なんか何センチで測って、はい、いや何センチしかないよやとか、なんかああ、いいやし、一番似てた、うちはナンバーワン。うちなナンバーワン取ったのが泣いちゃって、ややこしくなった。本当にね、痩せましたね、でも。めっちゃ痩せました、僕。10キロぐらい僕落としましたが、ダイエット初めてから。一緒に行ってたさ、筋トレ。やりましたね。いろいろ行ったりとかして、だから、ねえ、お互い約束したのに、次のこう筋トレまでにはこう何キロ減らしましょうねみたいな、はい、約束もしたのに、どんどん太っていくから、エモリだけねえ、ずっこい、一人だけどんどん痩せてって。え、本当にでも痩せた？痩せたってば、俺87キロあったんですよ。今はもう なんだかんだって減ってきてますから、具体的な数字はちょっと分からない。いや、なんで分からないわ。お腹が本当にもうげっそりと言っていいほどですよ、本当に。あ、本当ですか。顔がなんか際立つようになったんですよ、ね、あ、なるほどね。それはなんか痩せて、その説はあるわ。それででかく感じるんだ、でかく感じるんだ、マジで。そうですね。いや、なんか、はい、まあまあ一緒にいろんなライブとかやってる皆さんですけど、僕のいじりの初級編の顔でかいっていうのを、うん、こんな改めて丁寧にさらわれたら。いや、まあ丁寧にやってる気はしますけど、確かに。ケンコさんもパンパンじゃないですか。うん、ああ、そうだな。今も？いや今ピートぐらいじゃないですか。ずっとだろ。でもずっと痩せた。もう痩せようとかいう発想。もう3キロとかで全然変わらん、見た目で。3、4キロは。太ったり痩せたりはしてます？もう。3、4キロ前後、ずっと3、4キロ、ここ往復、ずっと往復。なんか服着てる時は、うん、まあまだな
見れるじゃないですか、うんはいはいはい、たまに裸見たときに、はい、と思うことありますもん。なんかサイズがでかいな、こんななのって思うときってやっぱ、太ってる人ってでも